あ、こう、スパイダーマンにお願いして、フィニッシュしてもらえるんだ。こう、ちゃんと引き離せばね。こんな感じで。こうね、スパイダーマンがいるっていう設定なんだね。このスパイダーマンの作業を邪魔することはできないのかと。一緒に連れてってっていうことはできないのね。こうちょっとずつずらしていこう。そうだよ、この屋根の下にならもうスパイダーマンも手も足も出ないだろう。この天井の低い場所へならスパイダーマンも来れないんじゃないかしら。え、ちゃんと行くんだな。しかしちゃんと行くけどフィニッシュ決められんのこれ。でんでん、あ、いけるぞ。どうなんだ俺、スパイダーマンどこに出てくる。お願いします。うわ、そんなとこに出てくんだ。ちゃんとここに出てきてくれんだ。意外とそんなに気にしないのかな。上は見てるけどね。今です。雑だなおい。なにこれ、スパイダーマン、スパイダーマン、なにこれ、スパイダーマンマジック披露してる。やっぱこの辺はね、スパイダーマンの机雑になってくるよね。糸出てねえっていうね。もはや糸出てないからね。こうもう片方は糸が出てますが、片方は糸なしでやってみせましょうみたいな。お、銃撃っちゃったからね、これ。これなんだろうな。こいつの下にやったからかな。まあ、この辺はバグるだろうなと思ってたんですけど。今です。うっ、あー、よし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 、いいぞいいぞ。で、あいつにちょっと目の前に来てもらって、よし、目の前で、これぞ目の前ってやつだね。バイバーイ。あー、やっぱ気づいてくれないんだ。何もないな。何かいただろう。帰んのマジで。ちょっと寂しいそれ。スパイダーマンがいるぞ、警戒しろ。あ、やっぱあっちから行くんだ。なんだこれ、どうやって登ってんの。なんでそっちからなの。登れんのこの跳躍力。近づきすぎるとちょっとねバレちゃうんであれですけど。雑だなおい。おお、チャンス。チャンス。まあ、このように。ふんふんふん。とどとどうしよう。といってこのようにピグレットのように吹き飛ばされるわけですね。そこをやめろと、スパイダーマンが出てくる。弱い者しかいないからだ、虫けら。まずは話し合ってみない。雲だけにね、虫けら。うん。で、僕はね、早速虫けら同様逃げようと思ったんだ、ここから。結構ね、民間人がいるんだよ、しかも。だから俺ね、意外と民間人、あれどこ行った？民間人とラインの戦わせられるんじゃないかなと。じゃあほら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 、早速人いるやんこれ。大丈夫なのこの人。もうスーツはいらない。もうライナもいらない。ちょっとこの人戦ってくれんのかな俺のライナさんと。うわ。このようにね、足がね、切断マジックできますから。あのライナの攻撃をかわすどころか自ら足を痛めつけにかかってるからね。面白い変なチョコ野郎だ。その可愛い顔をぶっ潰すのがかわいそうになってきた。
これライノに当たるかな。おっと大丈夫。ちょっとライノと接触させたいわけよ。これじゃ密漁者ですよこれ。おおお。いいよ。おおどうしよう。ごめんごめんね。あ透けるかな、透ける感じかな。いやこの女の人には食らわないからな。うん透ける感じかな。あーバッチリ透けてる。ライノを湖に落とせねえかな。こいつ連れてってみよう。あセーブル対ライナですね。まあ、さっきやられてたんで、こう救援部隊っていうか救援の隊員必要かなっていうか、まあ、一人なんですけど。ふありがとうマジックです。ありがとうみんな。どうも。これは人体をね異次元に消すマジックです。